大森和代のいつもつながっているよ渡良瀬トーク。はい、皆さんこんにちはと言っても、今日今講演会を終わってきたところです。はい、今日も、名古屋講演会、ありがとう奇跡の講演会 in 名古屋ですね。本当に会場は満員御礼、800人ぐらいの方が来てくださりました。ご参加くださいました皆さん、ありがとうございます。応援してくださった皆さん、ありがとうございます。はい、今日も、講演会ですね。やはり最初歌から入ったんですけど、もうびっくりしました。ペンライト、以前どこの講演会ですかね、ペンライトが一人だけいらっしゃったんです。そしたらそれが何か連鎖していったのか、今日は12本ペンライト、歌いながらこう目で数えちゃいました、ペンライトの数で。最初9本だったんですけど、なぜかどっかから出てきて、最終的に12本ペンライトを振ってくださいまして、ありがとうございます。なんかね、買ってきた方、どっかの誰かの、コンサートで買ったやつをそのまま使ってるっていうこともおっしゃってましたが、ありがとうございます。なんかアイドルみたいで嬉しかったです。はい、ありがとうございます。これからなんかどんどん増えていくんじゃないかなと、ちょっと怖いんですけれどもでもペンライト嬉しいですよね、振っていただくとねすごく綺麗で、暗闇にペンライトが光って、歌ってる時私の方からはあんまりこう皆さんのお顔が見えないんですね。客電っていうか、お客さんの方の電気はほとんどオフにして、ステージにスポットライトが当たってるので皆さんのお顔見れないんですけど、ペンライトで、あ、もしかしたらあの人かもしれないっていうそういうのが分かって、目印になって本当に嬉しかったです。ありがとうございます。そして今日もまたたくさんの質問やいろんな話が出てきて、皆さんよかったって言ってくださったので、終わって今ちょっとホッとしたところです。はい、でスタッフの方がなんかケーキを出してくださったんですが、もうすでにいつの間にかこれは栗本プロデューサーの口の中に入っていました。はい、美味しかったでしょうか。はい、美味しかったと言ってみます。はい、はい、では今日も、このコーナー行きたいと思います。大森和代の愛のお裾分け。はい、今日は講演会の中で出た質問から、また皆さんにも聞いていただきたいなと思う質問を、選びます。記憶に残っている質問で、医療関係に従事をしておられる若い女性の方、今日は会場ですね、いつも講演会に来られると質問用紙を書いていただいて、それを、講師の先生が選ばれ、そこから読んでお答えするというチャネリングコーナー、それもあったんですけれども、もう会場に来られた皆さん、その場で手を挙げていただいて、で当ててその方が質問をされるという、そういうコーナーがありました。そこの中の一つの質問で、医療関係に従事しておられる若い女性の方のからの質問です。それで彼女はこのところ立て続けに2人の方を見取ったと、おじいちゃんのかおばあちゃんなのか、病院か施設か、そこで最後に、お二人の方を立て続けに見取った。その最後に見取る方というのは何か、見取るということは意味があるんでしょうかと、自分が見取らなくてはいけなかった理由が何かあるんでしょうかという、そういうねご質問をいただきました。でそれに対して、神様からのお答えが、やはり最後に見取る人というのはもうすでに決まっていて、そして縁ある人が縁ある人を見取るということになっているということを教えていただきました。ですからそこにたまたま、入院してきた、入所してきたその方を見取ったわって思われるかもしれないんですけれども、やはり生まれてくる時、そしてこの世からあの世へとまた渡って帰っていかれる時、そういう時に立ち会う方というのは、これは相当縁の濃い方だということを、今日教えていただきました。で逆に考えて、おぎゃーと生まれた時にやっぱり手にその生まれてきた時に抱き上げてくださった助産婦さん、そういう方も縁ある魂の方だということなんですね。で生まれた時も、そしてあちらへ今度は帰る時も
どちらもその場にいてくださった方っていうのは本当に意外に縁の濃い、もしかすると肉親かもしれませんねということをね、お答えをいただきましたので、はい、ちょっとそれが印象的でした。あともう一人の方の、これはまあこれも若い男性の方、今日結構若い方が多くて、若い方がいっぱい質問してくださりましたが、その方はまあちょっと霊を感じやすい方で、自分の腰から時々霊が入ってくるというふうにおっしゃってました。で、あとは、亡くなったおばあちゃんが、亡くなったおばあちゃんが夢に出てこられて、で、もうすぐだよ、もうすぐだよと言って行かれたので、自分は腰も痛いし、なんか自分のね、もう人生が終わるんじゃないかということをご心配なさってました。仕事も今ちょっとできてない状態だということもおっしゃってましたので、そしたらまあそれに対しての神様のお答えは、そのおばあちゃんがもうすぐだよって言ったのは、おばあちゃんはやっぱり今あちらの世界におられるので、今日そのお孫さんがこちらの講演会に出ることが分かっていて、この講演会に出るんだと。そしたらおばあちゃんもまた世の中でもいいところに行けると。で、そういうふうにご先祖様が喜ぶことで、残された子孫のその今日質問してくださった方も、今の苦しみがもうすぐ終わるよという意味で、おばあちゃんがもうすぐだよ、もうすぐだよって、あとちょっとだよ、頑張ろうね、我慢しようねっていう意味で、おばあちゃんはもうすぐだよ、もうすぐだよっていう言葉を夢で言われたそうで、だということをね、今日教えていただきました。頑張ってくださいね、もうすぐで試練が終わるそうですので。はいはい、皆さん本当にね、今日はいろんな種類のね質問が出ました。もちろん未来の地球についてだったり、アベノミクスについてだったり、いろんな質問が出ました。その中でも一つね、普段あまりない質問というか、これも印象的だったので少しねお話しさせていただきます。AKB48 っていうのをね、まあご存知の方多いと思いますけれども、その総選挙っていうのがちょっと前にあったそうなんですね。で、その質問された方は、そのご主人が、もう多分 AKB のファンみたいで、でもそれは内緒にとか言ってましたけど、それでその総選挙のことで、どうしても気になって気になって仕方がないことがあるっていうことで、今日ご主人はお見えではなかったんですけど、奥さんが代わりに質問してきてくれと言われて質問をされまして、AKB48 の総選挙の時に、なぜ大島優子さんではなく指原さんが1位になったのかっていう質問だったんですね。で、いや、そういうことを神様にお伺いしてもいいのかなと思いながらお伺いをしましたら、神様、私もちょっと総選挙とかちょっとわからない、 AKB48 とかよくわからないんですけど、神様のお答えは、その指原さんのファンの方というのは少し年齢の高い方が多くて、他の方よりも、他の方のファンの方よりもお金を持っている方が多いというふうに言われました。それでなんかその投票権を変えたと、たくさん変えたっていうふうなお答えだったんです。でも私、その投票権買うってどういう意味だろうと思って、投票権って買うんですかって会場の皆さんにお伺いしたら、なんかみたいな感じだったので、よくわからなかったんですけど、後でスタッフさん教えてくれたんですけど、 AKB さんの投票権っていうのは CD の中に、 CD を買うとその中に1枚の投票権が入ってると。で、 CD を10枚買えば10票あるっていうことなんですよね。それで800万ぐらい使った人もいるって最高言われたんで、びっくりしちゃったんですけど、あ、さすが神様、 AKB の内情もご存知なんだと思って、私もちょっと答えながら、その時半信半疑で、投票権が指原さんのファンの方はお金の比較的ある方が多くて、30代40代50代のファン、ね、方とか多くて、それでお金に余裕があるのでたくさん CD を買うことができたという意味だったんですね。神様、投票権を買うことができたっておっしゃったんでお伝えさせていただいたんですけれども、はい、何かその不正があったとかそういうことではないということでしたので、はい、本当にね、指原さんのファンの方頑張られましたよね。よかったですね。はいはい、今日もまた皆さんたくさんのお菓子やプレゼントありがとうございます。またこんなレインボーローズ一輪だけ今日いただきました。あとこんな可愛いのもいただいたりとか、ちょっとこの説明まだ読んでないんですけど、なんか説明書が中にあるらしくて読ませていただきます。その他にもたくさん皆さんプレゼントくださってありがとうございます。あといよいよ本が
渡らせボール4、楽に生きていいんだよが発売を来週されます。はい、またたくさんの皆さんとサイン会でお会いできるように、サイン会の方回らせていただきます。まず7月19日の金曜日の東京川切りに回らせていただきますので、詳しくはまたこの辺に出していただきますのでお願いします。はい、ではまた来週お会いしましょう。 See you next week. Bye!